金裕澤は、大韓民国の政治家、官僚、韓国銀行総裁や、駐日大韓民国大使、大韓民国、副首相兼経済企画委員長官などを務めた。1911年に、江海道で生まれる。京城高等商業学校、九州帝国大学法文学部法科を卒業後、日本植民地時代に、韓国銀行の前身である、朝鮮銀行に入行し、貸付部長、理事、副総裁などを経験する。1950年から5年間は、韓国銀行総裁を務め、国際通貨基金と国際復興開発銀行加入のために活躍する。1957年には、駐日大韓民国大使に着任し、その後は、駐英韓国大使を経て1961年の 5.16、軍事クーデターを機に政界へ進出した。1961年に財務部長官となり、1963年には経済企画院の設立に参加して初代長官に着任する。政界引退後は韓国の自動車保険会社社長となり、在職中の1975年に死去。1958年に当時の李承晩大統領が駐日代表部大使に金を任命する際に、私は国交を正常化させるために、金大使を日本に行かせるのではない。今は、その時期にあらず。少なくとも、現在、40歳以上の韓国人がすべて亡くなった、後でなければ、本当の正常化はできまいと語った。ありがとうございます。